食いたいな。もうなんやねん、お前の意味
くれまぞ。今のうちに玉を。ガリ。もう。なんやのよ、さっきから。なんで壊してくれへんのやろか。うわ。何師匠急に。これは食べたらあかんのかい。なんじゃそりゃ。玉を。じゃあガリを。僕らが邪魔するからね。まあこれはこれで結果オーライやな。はよちょうだい。うまっ。カルカンうまっ。お寿司食うの邪魔したらご飯もらえると。いやまあほんまはちょっと興味あっただけやしな。実際お寿司よかこっちのがうまいしな。でもガリはちょっと食べたいな。玉もこうやって一回手前に落としてやな。うまいわ。一回手前に落としたらうまいわ。うまほんで一回手前に落とす。一回手前に落とすとうまさ倍増やな。師匠、これ僕のなんで。なんで勝手に食ってはんの？手前に落とすとなんでこんなに。あれ？おかしない？これ。この家では普通なん？なんでや？僕は間違うとるんか？食べてよろしいの？なんか少ななっとる。いや、だいぶ少ななっとる。いやー、腹が満たされん。なんでよ。僕ほとんど師匠に食われてんで。せめてガリだけでも。ガリだけでも。じゃあ玉だけでも。なんでや。なんで食わせてくれへんのや。食わせてくれへんのになんで撮影しとんのや。僕が美味しそうに食うてこその動画ちゃうんか。ちょっとガリよ。まったくわからん。なんやこの状況。ガリいただきますね。もう、なんやねん。食わさんと撮影ってなんやねん。ガリー、なんやねん。何気安く触っとんねん。誰が許可してん。もう、触んな。取るな。ガリを食わせろや。ガリを。ガリがいなかったらどないすんねん。滑ってもうた。ちょっと、今日マグロの撮影や言うからずっと待ってるんですけど、マグロないんやったら帰るで。猫も暇とちゃうねんで。あれ、あそこに置いてあるのは、あらあら、やっぱマグロあるんや。僕今めっちゃ暇なんですよ。すげえ暇です。こらこら師匠、ちょっと寄りすぎやで。これは僕の、もう師匠のせいで僕まで怒られたやん。いやー、まだかなー、マグロ。ちょっと奥さん？マグロは鮮度が命やで。急がんと。うわー、ええ色しとるなー。ちょっと見に行こ。なあ、これトロちゃん。なあって。ちょっと僕味見したろか？まだかなー。遅いなー。早せんと腐ってまうで。いつまでギコギコやっとるんや。ちょっと奥さん、早せんと猫逃げてまいよるで。僕ら逃げてもうたら撮影ならんで。もっと巻いていこうか。巻きで。眠た。もう5時間ぐらい経つんちゃうか。なあ奥さん、もうそのままでもええで。日本人は見た目気にしすぎやねん。性格悪くて顔のええ人よか、めっちゃ優しいブサイクの方が僕は好きやで。あかん。この人全然話聞いてくれへん。もう眠気限界や。ちょっとできたら呼んでもろてええかな。師匠、代わりに喋っといて。いや、なんか喋らんかい。
奥さん僕代わりに切りましょうか。てかここまでできてたらもうええで。このまま食べるで。え？僕が邪魔で切られへん。なんやねんもう。こっちが早せえへんからあかんのちゃうんかい。あ、このまま食べてええの？なんかごめんな、無理言うたみたいで。ほな、いただきまーす。で、あかんのかい。あ、やっぱ食ってええの？どっちやねん。まあええわ。やっとマグロはいただける。で、これどっから食ったらええんや。横からかぶりつく。いや違うな、ちょっと一旦上がろ。上から、いや下からな。やっぱ下かな。いやちょっと揺れすぎて食えん。ちょっと手一回固定してくれ。なんなん、アルチューなん。そう、やっぱ切ってくれた方が食いやすいわ。そらそうやわ。あ、うまい。なにこれ、めっちゃうまい。切りたてのマグロ最高やな。ん？なんか小じきみたいな猫が見とるな。まあ気にせんとこ。あ、もう一個くれんの？ありがとう。あれ違うの？ちょっとくださいよ。で、なんでくれへんの？もしかして小じき猫にあげるの？いやダメです、ダメです。あの子はね、マグロとか全然興味ないんですね。普通欲しかったらもっとがっつくでしょ。全然寄ってこないでしょ。だからね、これは僕のなんですよ、僕の。え？なんかよう見るな、この白いの。え？何？何されんの？ちょっとやめてくれへん？何のつもりや。こん中から探せってやつ？いや、これは簡単すぎるわ。ほな、行くで。正解は、こっちや。いや、これは簡単すぎてあくびが出るな。出えへんけど。ん？なんやねん。僕なんか待ち棒取る？あ、師匠は大丈夫ですよ。僕がしっかり師匠の分も食いますんで。うまいなぁ。このマグロはほんまうまいですわ。なんか視線を感じるけどうまい。ん？なんや？いや、みんなちょっと師匠に甘すぎるんちゃうか？猫業界そんなことじゃ勝ち残られへんで。自分の食い物は自分で確保せんと。あれ？師匠いらんのやったら僕がもらいますね。うまいな。うまい。めっちゃうまいわ。あ、師匠ちょっとその顔やめてくれん。ご飯取られちゃったみたいな顔。僕が悪者みたいやん。もうわかったって。ちょっとやりすぎました、ごめんなさい。師匠も食うてください。え？何よ。僕だって譲り合いの心くらい持っとるで。いや、しかし、マグロめっちゃ食うな、師匠。僕に遠慮してたんやな。僕も大きなってきたしな。ちょっとは師匠に気使わんとあかんな。うわ、全部食いよった、あのゴリラ。いやー、美味しそうですね、師匠。あれ、どうやって盗みましょうか。ちょっと師匠、行ってきてくださいよ。僕、ここで待っとるんで。よろしく。あれ、ご主人、ええの入ってますやん。いや、これはええやつや。なんかわからんけど。ご主人、ちょっと僕は味見しましょうか。いや、ちょっとだけ。やっぱ無理か。なんやねん、触んなや。食わせんやったら触んなや。いや、しかし豪快に食いついてみたもんの。なんやろこれ。あ、やっぱダメ。なんかさっき生後3ヶ月とか食わせていいとか聞こえたんやけど、あれ僕のことなんかな。ほら、もう一回ちょっといただきにと。いや、やっぱあかんのかい。
こんな感じの食べてはったけど、食わしてもらったことないからな。いや、やっぱ辛抱できんわ。我慢は体に良くないしな。ちょっとだけ。今や。お、いけたぞ。あ、やっぱいけてない。ほっ。いや、しかし時間かかるな。僕らもこのままでよろしいけどな。声ももうできてんちゃうの。なあ、指食うてまうで。ちょっとぐらいええやんか。もういつまで引っ張んのよ。早くはな、鮮度落ちてまうやろ。おいしくいただこうよ。おいしく。もうこんな目の前にあるのに、なんでや。師匠はなんでそんな余裕で待ってはんのや。魚を見てすらいない。開いとる。ほな、こっちから。こっち。え？僕が邪魔で進まない。いや、そんなもん。この企画考えた時点でこうなるのわかるやろ。僕やで。つくしやで。ん？あれ？これってもしかして？僕にくれたり。ご飯もらえる時の入れ物ある。え、それがご飯や。
なんやそれ。それをどないしたらええの？あれ？なんやこれ？めちゃめちゃええ匂いする。これ食べてよろしいの？いやでもこれなんか硬そうやしな。なに？それ食べ物違う。ほんまや。こっちやこっち。これが最高級のモンプチではないんですよね。いやしかしこれもええ匂いやし、やっぱこれ食べれるんちゃうか。一回食ってみたろかな。なんや。あ、やっと入れてくれはんの？はよ。ってなんじゃこれ。あ、でもめっちゃええ匂いする。ちょっと舐めてみたろ。いや。これは。いや、うますぎるやろ。なんやこれ。あかん。止まらへん。しかし、どっかで飲んだことあるな、この感じ。なんや？全然思い出されへんぞ。なんか結構前に飲んだような。いや、しかしわしなんでこっから飲んでんねや。飲みにくうて仕方ないんやけど。よっと。よし。さて、続きを。あれ？なんか思い出してきたぞ。これって、いやあかん。もうこの辺まで出てきとんねんけどな。あとちょっと出てこへん。この懐かしい味。もうあとちょっとやのに。落ち着け尽くし。少しずつ整理していこう。まずこの家来てからではないのは確かや。ほな、前おったとこ。あれ、僕前どんなとこおったっけ。まあ、ええか。美味しかったし、どこで飲んだかとか。いや、待てよ。これ、思い出したぞ。おかんや、おかん。おかんの腹から出てきてたんと一緒や。あー、すっきりした。おかんや、おかん。懐かしいな、おかん。何してんねやろな、おかん。お、ネズミ。ネズミ。あかん。飲みすぎて体が重たなっとる。デブにならんよう運動しろ。いや、もうちょっと待ってもらえん。お腹たっぷんたっぷんやねん。ほら、パンチが全然当たらん。お、よし、捕まえた。まだんかい。ちょっと、待ってよ。ほい、ほい、待て。僕、お腹たっぷんたっぷんやて。なあ、聞いとる？背景おかん、僕は元気でやっております。つくし。なんやこれ、なんやこれ。なんかめっちゃおもろそうなんあるやん。あかん、重くて動けへん。なんやろこれ。遊ぶもんではないんかな。ほな食うてみよ。あかん、でかすぎて食われへん。なにこれ。食うもんでも遊ぶもんでもなかったら猫にとって何の価値もないかな。あれ、なんかいつものカリカリが。食べてええんかな。いただきます。まあ全然足らへんし、なんか冷たい。ちょっとご主人、これどういうシステム？なんで一粒ずつしかくれへんのよ。また一粒。なんやこれ。あれ、もしかして今日からカリカリのお皿これってこと？いや、不弱った夜なっとるで。まあ別に、って冷た。え？いや、冷た。何この子。ちょっとええ子やな思ってたのに、めちゃめちゃ冷たいやん。全然仲ようなられへんわ。てかそもそもカリカリのお皿にしたら置きにくいし、なんならその下に普通のお皿あるし、そのお皿の方がええし。いや何こいつ。あ、師匠、また変なポーズで登場してきよんな。いや、ご主人、このカリカリは僕のカリカリやから。
師匠には師匠のカリカリあげてください。ちょっと師匠、そのカリカリは僕のカリカリやから。さっきの話聞いとったか？耳クソ詰まりすぎとんちゃうか？ちょっとちょっと師匠、出てきなさい。僕が耳クソ取ったるさかい。ってどこ行くねん。師匠、はよ耳見せてみなさい。でもなんやこの丸いの邪魔やな。なんか横おるだけでひんやりしよるし、夏場やったらええけど今12月やで。で師匠またどっか行ってもうた。もうあかん、こいつ邪魔すぎる。舐めて消滅させたろ。いやしかし全然減らんな。ん？わあびっくりした。もうちょっと僕忙しいんやから。って冷た。うん、いやしかしこれ今日中に終わるんかな。あかん、全然窒素ならへん。もう諦めよ。なんやこれ。あ、落ちた。なんやこれ。あ、落ちた。なんやこれ。あ、落ちた。なんやこれ。っていや、いつまでやすねん。いや、もうよろしいで。なんか冷たいし、それ。いや、しかし、結局なんやったんや、これ。食っても産まないし、遊ぼうとしても、重すぎて動かんし、たまにカリカリ乗せはったりするし、丸いふわふわも乗っかるし、でもそれ以上何のオチもないし、あれ？もしかしてこん中にチュール入ってるとか？それやったら何とかして取り出さんと。っていや、絶対無理やな。おい、いや冷た。あ、ご主人、僕お腹空いたんやけど。モンプチない？モンプチ。チュールでもええねんけど。お、今日はえらい素直やな。まだ大量のコップに入れられたり、ラップに隠されたりするんか思ったわ。いいねいいね、美味しそうなん餃子入っとるわ。お、モンプチ。奥さん、モンプチはよ。はよ入れてくれんかな。いや、そういうのはいらんねやけどな。あ、今日はもうじらすのとかええで。誰も得せへんからな。なあ、師匠。ほら、師匠も待ちくたびれてはるわ。表情も曇ってきとるで。ほらほら、はよ入れんと師匠お怒りになりますよ。あ、ほら、見てこの顔。で、この辺でやめとこか。ちょっと奥さん、はよ入れましょって。なあ、師匠。で、またやってもうた。あ、ついでに師匠のケツ見よとこ。お、やっと開けてくれた。あ、今日はまだテンポええ方やな。ちょっと奥さん、はよ食わしてて。ちょっと、いやー、師匠は後で食うみたいやから。師匠はあんまお腹空いてないねんて。あ、やっと食わしてくれた。うまっ。てか、なんやろ、あの気色悪い歩き方。なんか、またよからぬこと企んでそうな歩き方やったな。しかしうまい。モンプチうまい。なんでこんなうまいんや、モンプチ。ん？なんや？なんか物音したけど、まあええわ。今はモンプチや、モンプチ。こうやって一回下に落として、いやな。ん？なんやあれ？いや、今はそれどころちゃうねん。モンプチや、モンプチ。いや、でも待てよ。なんか匂うな。この匂いは覚えがあるぞ。これは、チュールやないか。うまっ。いやー、今日はチュールのデザートまで用意してくれてたんやな。あ、あ、危ない危ない。チュールに夢中で師匠にモンプチ食われてまうとこやったわ。うまい。ってかあれ？師匠もデザートのチュールあるやん。
これはどないしよ。先に師匠のチュールを盗んでもうた方がええかな。で、おい、何人のご飯盗んどんのや。考えられへんな。もうほんま、しゃあないな。ほな師匠のチュールは僕が食うといたろうかな。チュールうまいわ。なんでこの緑色の棒に乗ってんのか知らんけど、うまいわ。あー、うまかった。ちょっと師匠、人のご飯食うたらあかんで。はよ返しなさい。もう。ほんま、人のご飯盗むとか、どういう育ち方してきとんねん。あ、師匠、師匠のデザートは僕が食うといたさかい。美味しかったで、チュール。いやー、うまかったな。デザートもついてフルコースやないか。てか、何やったんやろ、今日の企画。まあ、美味しいもんいっぱい食えたからええんやけど、いつもこんなんやったらええのにな。ほな、また来るわ。ちょっと奥さん、カリカリ入れて、カリカリ。今日もなくなっとるで、カリカリ。ちょっとカリカリまだ？お腹空きすぎておもろいこと言えんくなってきた。それにしてもええな、師匠は。顔がおもろいもん。ん？あれ？え、なんでラップ？いや、カリカリ。ちょっと奥さん？カリカリくれ言うてんねんけど。いや、ちょっと？カリカリくれるのにラップいる？なんや、どういうことや。奥さん、どんなカリカリくれるつもりなんや。え、もしかして僕ら油ギトギトに塗られてトルコ相撲でもさせられるんか？師匠とトルコ相撲ね。いや、無理無理無理。僕ボコボコにされますって。え、トルコ相撲はしない。あ、よかった。ほな、なんやこれ。あ、カリカリ入れてくれた。ん？一個。こっちも一個。なにこれ？猫を舐めとんのか？いや、ちょっと、奥さん？いや、さすがにそんなわけ。あるな。カリカリ一個や。いや、さすがに僕の勘違い。ではないな。ちょっと、全然足りひんでこれ。カリカリ足りひんで。あ、師匠。僕ちょっと奥さんにクレーム出してきますわ。クレーム。あれ、師匠？何食ってんの？食うてもうたらクレーム出されへんやん。いや、あんな、ファミレスで写真撮ちゃうぞって言うてもな。食うてから言うなやってなるやろ。わかったか？で、あれ、師匠？あいつ人が話してる最中にどっか行きよった。今度はカリカリの音をするぞ。いや、ちょっとカリカリ言い過ぎちゃう？今度こそカリカリ、カリカリ。え？どういうこと？いや、普通に入れ過ぎちゃうか？これ。いや、まあ美味しいけどやな。少ない言うたらこぼれるぐらい入れるって、奥さんなんかストレスでも溜まっとんか？食うても食うてもなくならへん。楽しいカリカリタイムのはずやのに。なんか思ってたんと違うな。あかん。これはさすがに多すぎるわ。どないしよう。いや、でも師匠もずっと食うとるしな。ここで負けたら一生師匠の奴隷になってまうぞ。それだけは回避せんと。いや、もうあかん。腹爆発するわ。これ以上は無理。しかし、いつまで食うとんねんな、師匠は。そらムキムキのゴリラにもなるで。あ、食い終わりはった。あれ、全部食いよるんか思ったわ。あ、奥さん？ちょっとカリカリ多すぎますって。ほら、見てよ。こんな残っとるで。ちょっと、ちゃんと片付けといてな、これ。
もう1個が溢れるぐらいかって極端すぎんねん。間を取らんかい、間を。ほんで銀の盾まだ来へんの？そろそろ早してって言うてみたら？いつまでもこの偽物っていうのもな、名前もニャンチューバーもやしになっとるし。なんかええ匂いしよんな。なんやろ、海鮮的な匂いが。近いぞー。すぐそこから海鮮の匂いがプンプンしてきよるわ。なあ奥さん、なんかええもん持っとるな。いや、これはええぞ。こんなええ匂い匂ったことないわ。ちょっと奥さん、これってもしかして寿司ちゃいますの？え、もしかしてこれ僕らに寿司握ってくれようとしてんの？いや、楽しみやな。でもその前に一口だけくれへんかな。いや、ほんま一口だけでええねん。一口くれたらおとなしいしとくから。いや、おとなしくはできへんな。とにかく一口でええねん。なあ奥さんって。いやほんま一生のお願いやから。あかん、一生のお願い通じへんかった。しかし一口くれへんのやったらここで握る必要ある？出来上がってから呼べっちゅうねん。ちょっと一口。いや、奥さんマジやん。いやー、うまそうやな。師匠、ちょっとなんとかならんですか？やっぱあれかな、出来上がるまで待たんとあかんか。ある意味地獄やな。ちょっと奥さん、そろそろよろしいんちゃいます？僕らそんだけあったら十分やで。いや師匠何しとんねん。いや、まだ握りはんの？あれ、奥さんどっか行った？ちょっとご主人？あ、ご主人なんか手にええもん持ってへん？ちょっと見せてみ、それ。いや、めちゃめちゃうまそうやんか。いやいやいや、ちょっとこれは夜中に見たらあかんやつやわ。え、ほんでまだ食わしてくれへんの？あれ、奥さん？僕ら醤油はいらんで。そんなんつけたら塩分取りすぎになってまうで。いや、ほんでわさびもいらんで。猫はわさび食わへんで。ああ、つけてもうた。まあしゃあないか。醤油もちょっとぐらいやったら大丈夫やろ。て、いや、お前が食うんかい。あ、ちょっと奥さん、僕もサーモンをいただきたいんですけど。いや、マジで。ちょっと、いや、高い。ちょっと、これ、もうちょいって、あれ？僕、もしかして今歩けてた？いや、やめろ。てか、はよちょうだいよ。下持ってくで。いやー、うまいなー。これがサーモンかー。これ初めて食うたかも。めちゃめちゃうまいやん。ほんでこうやって下に落として食うのがな、通の食い方っちゅうやつやな。あれ、師匠も食うの？サーモン今まで食うたことないから食わんのちゃうん？いやー師匠、下に落として食うたら奥さん掃除大変やから。もうあかんで、下に落とすとか。もっとお上品に食べなさいよ。いや、しかしあんなうまいもんがあったとは。世の中の美味しいもんはチュールだけとちゃうかったんやな。いや、今日はええ天気ですな。って、なんやこれ、なんかアメリカンな雰囲気のマシーンやな。しかしええ匂いするな。で、え、これおやつを作るマシーンなん？いやー、マジでかー。おやつってことはチュールとか作れるってことやんな。ちょっと奥さん、はよチュール作りましょう。チュール
どんなチュール作れんねやろ。お、トウモロコシの絵描いとるってことはチュールコーン味やな。いやー楽しみやな。楽しみすぎてこんなとこ登ってまいましたわ。ん？危ないから置いといて。いや、僕猫やで。猫舐めたあかんで。まあでもな、どうやってチュール作るんか気になるし、ちょっと見に行ってみようか。で、これほんまにチュール作れるんか？あれ？もしかして僕まだ騙されてる？てかさっきから奥さん種こぼしすぎやで。ほんで、そのコーンをアメリカンマシーンに入れる。で、いや、ちょっと奥さん、こぼしすぎ。ほんでもうチュールできた？どれどれ。いや、何もできてへんがな。まだな。で、うわ。いや、ちょっと急に大きい音はやめて。あれ、音止まったぞ。ってことは、チュール完成しはったんかな。うん。全然匂いせえへん。いや、ちょっと奥さん？もう、いつになったらできんの？チュール。で、うわわわわわ。もう、やめろや、その急にスイッチ入れるやつ。ほんまかなわ。で、あれ？またスイッチ入れはったけど、さっきから全然できてへんやん。ちょっと奥さん、まだな？で、うわぁ、びっくりした。もう師匠急に走り出すのやめて。お、なんかええ匂いしてきよったな。あれ、なんか弾けとる。チュールってああやって作られんねや。初めて知ったわ。てか、あれほんまにチュールか。チュールってあんなんやっけ。いや、まあ新作のチュールの可能性もあるし、まあ香ばしいええ匂いはしとるな。香ばしい新作チュールってことか。あ、止まりはった。やっと完成か？でもなんか怪しいな。近寄ったら爆発するタイプのチュールちゃうやろな。いや、これはチュールちゃうな。ポップコーンやわ。もうまた騙された。って、いや、今のは予想できたやろ。てか、ほんでそのポップコーン、なんか焦げてない？スイッチ入れるだけのマシーンでなんで焦げることがあんの？もう、せっかくチュール食える思ったのに、ポップコーンって、まあ、ものは試しに、って、まず。いや、これはまずいぞ。ただでさえ猫はポップコーン食わんのに、その上焦げてもうとるからな。いや、まず、まず。もう、なにこれ。チュールの口になってたから余計まずいねんけど。いや、もうええわ。メルカリ出しといて。あ、師匠もついでにメルカリ出しといて。最後まで見てくれてありがとうな。チャンネル登録とグッドボタンも押してくれたら、僕めっちゃ嬉しいけどな。